皆さんおはようございます。ただいまね、日本海に来てるんですけど、やっぱね、日本海はね寒い。足とかね、パドルするときにつるんだわね。マッサージガンで結構あれ、逃げどこ行ったかな。海入っておこうかなと思います。サーフスタジアムの景品参加賞でもらったこれ、飲むんかな。飲む。トマトジュースって書いてある。走れエキスって書いてあるで、これちょっと飲んで入ってみる。トマトジュースって書いてあるよ。何書いてある。ここに。これよし、もらったやついってきます。これうわ、何濃い。うっそ、トマト 200% ぐらい。うん、今トマトを10個ぐらい丸かじりしたみたい。いってきます。お疲れ。全然乗れんかったよ。なんならこのタイミングで音楽やるな。12時じゃないけどな。11時半で鳴るんやな。今日はもう不安のバックジップブラックヒート着てます。パパもミオも。あったけ、やっぱね、この腕がさ、ちょっといいんで。あ、そう、りょうさんもレインボーです。レインボーのステッチで作ってます。みんなもう不安のバックジップ、今日は日本海のサーフィンを楽しんでいきたいと思います。それでは。Late night, starlight, what a wake, but it'll make a sound. Lose track, think back, far away from where I am now. Cause I'm stuck in California while my head's in Arizona. I just convinced myself I'm alright. But I've never felt this homesick. I'm trying to control it, but I've never been so sure. I've never felt this before. Yeah, I've never felt this homesick.
song. Now I'm stuck in California, but my head's in Arizona. Can I just convince myself I'm alright? But I've never felt this lonesick. I'm trying to control it, but I've never been so sure. I've never felt this before. お疲れ様です。大阪お疲れっす。いや全然乗れんかった、マジで。昨日も今日も全然乗ってない。グリックリやった俺、グリックリやった。一人で向こう入った。ミューはこっちで一人で入った。さあお疲れ。お疲れ様です。いや俺さ、うん、パドルした結構、うんうん、俺はこっち行ったけどミーはこっち行ったやん。どうやった？そっちなんかね、人が多くて、うん、全然乗れんかった。あのね、難しいよな。難しい。人多い時ってさ、サーフィンなんかね、波より人の方が怖い。波集中できんくなれへん。違う、なんか当たりそうで怖い。大きい波とかは全然怖くないんだけど、うん、人がおるとちっちゃい波でもなんか当たっちゃいそうで怖いから乗れない、うん、で俺らさ先週ウェブプールやったら、うん、見ていただけましたか皆さん。ウェブプールやってるやん、うん、でウェブプールは絶対いい波やん、うん、自然界ってやっぱ厳しいなと思った俺は。厳しいな。だっていい波乗れんもんな。あの波に乗れることはまずないからな。ない。だって9本は乗れるわけやん、家波が、うん、で1時間で2時間で2時間入っても3時間入っても9本は絶対いい波つかめれんもんな、うん、ダンパーか抵抗して終わりとか。そうじゃない、ウェブプールっていいな、うん、でつくづく思った俺、うん、っていうこと。あと今日パドルで俺すげえパドルしたんやって。あそこまた一人で入ってったもんね。あのあそこパドルいる？違うで、沖に持ってかれるんで、リガンに。ああ、そういうことね。だってほとんどパドルしてないで俺。いや、ミオも結構パドルしてるけど、うん、だもんで、今回ご紹介するこのユフィとリリサミニ、これ俺にとってはじゃあ、ね、冬になって、うん、多分血液がめっちゃ固まっとるやんて。ああ、そういうことか。だってめっちゃいいよ、冬は特にいいと思う。これね、マジでもう多分凝り固まっとるんやて、寝とる間とかに、うん、だから朝一とかめっちゃ気持ちいいよ。朝一昨日やった俺。気持ちいいやろ。足つるやん俺、ジジイやもんでさ、足つるんやて。でつる前に、うん、これやっとくと、これやって入るとつらんのやわ、うん、で上がった後な、あ、これちょっと違うな。すんげえ気持ちいいよ俺ということで。マジ寒いでね。寒い、寒くなったら余計に必要になったこのユフィとリリーサーミニなんですけど、うん、血液を巡航にするみたいな。今さ、ブラックフライデーじゃない？なんかね、どこもミヤのさ、ピアスのアイナブルーもブラックフライデーだしさ、うん、あのそうなんだ。ルストさんもブラックフライデーだし、ポリゴンワックスもブラックフライデー。あれでかいな。あれでかい。550円が385円だ。あれでかい。あれでかいよ。ブラックフライデー最高すぎん？最高すぎるで。今のうちにいろんなもん買った方がいいよね、絶対。年末前だしさ、うん、おそらく、うん、このユーフィットリリースアミニもブラックフライデーアマゾンにかかっとると思うんだ、うん、いいじゃん。一応これ28日に動画上がるけど、うん、ブラックフライデー確か30日までじゃないかな。間に合うじゃん。間に合うと思うんだわ ね、 もし迷ったらダメ、うん、そこにやで。間に合わなかったらすいません。間違ってたらすいません。もし間に合ったらブラックフライデーいいっすよ。あの概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひよろしかったら。使い方はもう至って簡単です、うん、このボタンを2、3、4と押さえて、もう一回やるとこれ4で切れる。でアタッチメントが4種類 入ってて、うん、まあ、特に今のやつが一番よく使ってて、アタッチメント4つあるだけ、うん、でこれあとやっぱ LINE 登録しといた方がいいよ。ああ、なるほどね。うん。
でケースもさすごいコンパクトだから、うん、持ち運びやすい。これ後ろのシートの後ろにこうやって置いといて、こうやってあいや慣れんわ。ということで今回は夕日トリジェリサーミンのご紹介でした。ということで今回どういいのあったの？いや、ミヤはないな。全く持ってないわ、ミヤは。まあ来週やな。今週はもう土曜日も日曜日もダメやった。ダメだった。うまい飯食っただけじゃん。ヨーロッパ圏。ヨーロッパ圏。まあ、ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。はい。チャンネル登録。高評価。それでは次回動画でお会いしましょう。さよなら。よし。